はい、どうもたっちゃんです。じゃあドル導入パート4ですね。続きからやっていきたいと思います。はい、前回猫ちゃんをねなんか助けてっていうところですね。鍵のついた猫ちゃん、お猫、うまくやらないとこの猫は私よりもこの場所をよく知っている、長く住んでんのかな。おばあちゃん亡くなってから誰が面倒見てんだろう。でも秘密を守ってくれそう。わあ、もうでも家も庭も枯れ枯れだね。まあ、時期的なもんなのか手入れができてないのか。あ、詰まってる。茂みをかき分ける。ああ、なるほどね。よいしょよいしょ。これもか？あれ？よいしょ。はい。え？ああ、まだあった。まるでプロの庭師みたい。こんなに？この場所記憶にある。ね、一回来たよね。猫ちゃん地蔵。なんか増えてない地蔵。なんて素敵な場所だろう。だよね。わかる。素敵。見つけたよ。お腹を空かせた子猫ちゃん。猫捕まえるって結構大変じゃない？懐いてもない猫。そりゃそうなるよね。怖がらせてしまったら何日もいなくなってしまうかも。食べ物があればなんとかなりそうなんだけど、キッチンにおばあちゃんがきっと何か置いてるはず。ああ、だろうね。あ、メールが。ドム。ドムって誰だったっけ？なんかあれかな。え？誰だったっけ？ドムって。あまり無理をしないように、セラピストが言ったように全てを救うことはできないのだ。小さなホビットよ。友達だったかなと思って。ホビットって呼ばないで、オークメ。彼女はそんなこと言ってない。あ、じゃあこれに、オーク野郎がよ。野郎。よし、子猫ちゃんを引きつける何かを探さなきゃ。なんだこれ。あ、これじゃん。もう見つかった。煮干し、イワシ。あ、煮干し、イワシ。イワシ。私は猫はこれが好きっていうのは偏見かしら。でも偏見ではないよ。なんだこれ。あ、これあれだ。チーズベルキューブのマグネットだ。ノーラとエドワルドへこの手紙を送ることを許してください。エドワルドと僕は一緒に何年もの間一緒に勉強しました。そして、あなたの家族の友人であることを誇りに持っています。依頼された通り、私はファブリスと出会い、彼の軍事的な野心について話し合いました。え？僕は彼が穏やかな少年の頃からかな。今のような複雑な青年となるまでの何年にもわたる変化にとても驚きました。彼の学業の成績は優秀ですが、志望している軍事学校が今の彼の精神状態に適しているものであるかは疑問です。ボーイスカウトや彼が教官とコミュニティに集中できる場所を提案するべきでしょうか。お体に気をつけて、ドル導入の素敵なお宅に近いうちにお邪魔したいと思います。マーク。マークさん。ミミのお父さんは軍事学校に行ったっていう話ね。マークって誰いたっけ？マークって過去に。これノーラが、ね。マーク。違うわ。シモンヌさんだな。新たな登場人物だな。うん。新たな登場人物ですね。あ、待って、ここにもある。猫ちゃんのキャットフードだ。カンカンに入ってる。でもなんか洒落た市販のおやつ。
市販のやつだ、空いてない、ノーラは使わなかったみたいね。あー、ね、嫌いだもんね、なんかね、そういうのね。ここじゃなさそう。パリで住んでた、ね、パリで最初に住んだワンルームはこのパントリーより狭かった。マジ？パリって物価高そうだもんな、家賃とかも。何これ、汚い瓶だな。手作りのおやつ、手作りのキャットフード、ノーラらしいけど変な匂いがする。これ腐ってんのかな。 猫にあげるおやつは十分にあるはず。他に戻らなきゃ、あ、池に戻らなきゃ。自然、手作りだからな、日持ちしないもんね。おばあちゃん亡くなってからずっと家に置いてあったんだったら保存状態が良くないだろうから。猫がまだお腹を空かせてるといいけど、本当にそのおばあちゃんが亡くなった後は誰が猫の面倒見てたのかな。そんなずっと放置ってことはないでしょ、誰かね。猫ちゃんよ。どうも。どっちかな、イワシか手作りのやつか。どっちか、手作りのやつかな。変な匂いするって言ってたしな、イワシにしよっか。よっ、いまいちなのかよ。よし、じゃあこれ、はい、ちょい、ちょ、ここに、ほい、わ、ダメなんか、ほい、猫のお気に入りのはず。来た来た来た、お、簡単だね。もう、え、もう少し待たないと。そんなことある？はいどうぞ。ん？はいどうぞ。ごめんね、待たなきゃいけないんだね。食べた？はい、次ここ、はいどうぞ。おいしいか？変な匂いしてるって言ったけど大丈夫なのかな。立ってない？もういけるやろ、この距離やったら。もっとくれと。はい、好きなんだな、このおばあちゃんの作ってくれたやつがな。はい、まだドルドル言ってるわ、喜んどるわ、ドルドル言うとる。回収しました、鍵。だいな、ちょっと今変なリズムで言っちゃったな。この洞窟を開けるとき、え、この洞窟、何洞窟って、この洞窟を開けるとき、洞窟って何？洞窟なんてどっかある？猫ちゃん、もう懐いた。早いね、あんたは。洞窟なんてどこにあるの？洞窟、まあ多分、まあ翻訳がミスってんだろうな。あれ洞窟って言わないもんな。多分ここの鍵っしょ。洞窟開きます。鍵が合うといいんだけど。あ、出たよ、これ。謎に正確性が求められるやつ。よし、開いた。本当に洞窟だ。あ、洞窟の中を倉庫みたいにしてるってことか。洒落とんな。こんなん子供だったらめちゃくちゃテンション上がるでしょ。秘密基地みたいじゃん、だって。たまんないでしょ、こんなの。なにこれ。な、今、ポンって言ってたね。遊具。改めてお子さんに起こったことについてお詫び申し上げます。普段は生徒間の問題には立ち入らないようにしていますが、今回は事態がエスカレートして、
きましたので正しい判断だったと思います。私はあなたの息子さんが何かを盗んだとは思っていません。噂は立っていますが、彼に時計を渡したのは私です。他の保護者の方はこの件を利用して息子さんやあなたのご家族を非難しています。また、彼に代わっても妻に代わってもお詫び申し上げます。ノーラは最近私の体調のせいもあってお聞きになっていると思います。過保護になっているのです。すぐに彼女と話をします。彼女はきっとあなたの息子さんと私を信じてくれるはずです。私たちは彼をとても愛しています。あなたが今どう思っていようとも。エドワルドっておじいちゃんだよな。ユーグさんのお子さんがなんか盗んだみたいになってるってことね。でも別にそのおじいちゃんが時計渡したんだよっていう、だからそういうことじゃないよっていうことなんかな。妻に代わってもお詫び申し上げますって言ってるもんな。なんかおばあちゃんがなんかやらかしたんだな、きっと。何これ、カヤックがある。おお、カヤック。鐘が鳴るんだ。え？カヤックの鐘が鳴るって何？おお。そういうことね。鐘が鳴る。どういうこと？お、手形がある。あ、猫ちゃん。アニボシ、あ、違う、イワシ。カヤック。ジャスがかかっとる。いいじゃないの。起きたの？庭の手入れに行くんだけど、手伝ってくれる？いいよ。中には何があるの？別に大したものはないわ。楽勝で着替え取てれるや外ろ、でこん待っなの。てて。歯も磨いておくのよ。まあまあ、そうなるよね。てか、こんな、もすぐ取れそうなとこに鍵置くかね。ね、身支度をね、まず、しなきゃいけませんから。鍵がかかっていると。最初の1週間はあっという間に過ぎたんだね。1週間後ってことか、じゃあ、ここに来てからね。ワクワク、あ、ワクワクがある。ワクワクしてるんだ。何これ。顔全部磨けるぞ、これ。大変なことだよ、これ。あ、戻したらいいのね。 あ、これでね。はい、ぐちゅぐちゅぺー。落ちないだろ、こんなんで。 もう一回？何？
あと何したらいいの？あとはなんだ？あ、タオルか。あ、これタオルじゃない、着替えか。早着替え。嵐だな。うっかり帽子を忘れてた。はい。いえ、決まってます。完成。おばあちゃんの家どんなだったっけ。こんなだよ。以前は来てたけど、いつの間にかお父さんとおばあちゃんがよそよそしくなっちゃって、うん、私もあの時何かおかしいなって気づいた。でもお父さんたちはそれについて話してくれなくて、だからあの夏のことはよく覚えてないのかも。これトイレです。よくなった。よくなります。トイレに行くと。なんでかよくわかんないけど。さあ、準備できたので。これ取れませんね。昨日の夜はおばあちゃんと一緒にロック音楽の映像を見たの。あれにはびっくりしたわ。70年代とかだったらね、誰なんだろう。おじいちゃんがいないと奇妙な感じ。あれ ?60 年代だっけ ?80 年代 ?82 年って言ってたかな。82年のロックって誰？わかんないよ、全然。若くても年をとってもお父さんは険しい顔ね。厳しい、怖い親父なんやね。ん？おじいちゃんは料理好きだったみたい。へえ、おじいちゃん料理好きなんだ。ハエの音がする。クッキーもないし、聞いたこともない変なものばっかり。バナナあるじゃん、バナナ、ほら、バナナ。いちごもあるで、いちごも。で、なんかね、うまそうな肉もあるしさ。ハムかな、生ハムとかがそういうやつかな。いいじゃんか。夜に聞こえた変な音、多分この木だわ。あ、そうなんだ。1週間経ってるからね。いろんなものを。やっぱお地蔵さんの数少ないよな。特にアイテムはなしだ。あ、なんか落ちる。なんだこれ。なにこれ。何かもう全然わかんないわ。ん？きれい。きれいを拾いました。はい、あなたが本当に手伝うつもりなのかわからないけど、私ガーディニングのことは何も知らないの。なら簡単なことから始めましょう。洞窟からコテを持ってきてもらえる？コテ？ああ、大丈夫。小さなシャベルみたいなものよ。見逃すことはないと思う。小さいのに？洞窟でコテを見つける。とてもいい感じね。サラダにちょうどいいはず。トマトかな？これ。全部トマトこれ。あ、なんかある。肥料かな、これは。ガーデニングの。
静かだね。心が洗われるぐらい。あ、カセットテープある。回収しました。新しいテープ。ん？謎。うわ。いろいろ探索しましょう。お手はあるけどね。でも他にはなさそうだな。で、カセットテープを。ノーラ&エドワルド、駅の管理人。それでは、ご利用の皆様、列車が間もなく発車します。あなた、ちょっと探し物が。何をしてるの？ああ、メッセージを録音してるんだ。列車のね。それはいい考えね。で、どうして私に秘密がバレたみたいな顔をしてるの？まあ、ちょっと馬鹿げてるかなって気がしてねえ、エドワール、何もかも馬鹿げてるのよ。あなたがおもちゃの列車を走らせるのも、私がおかしな建物をスケッチするのも、それが引退ってものよ。それは正確には引退じゃないだろう私にとってはそうなのよ。ようやく夫や息子と一緒に過ごせる。何を探してたんだい？万年筆よ。あれ、君のマイポケットにあるぞ。マイポケット、うん、そう、これよ。引退、なんだろう。引退して夫や息子と暮らせる。夫何してたんだっけ。あ、な、建築家か。そういえば言ってたな。はい、固定。おばあちゃんは正しかった。これは小さなシャベルみたい。お、なんかあった。ああ、ステッカーね。わあ、カヤックだ、かっこいい。ミミ、答えは見つかったの？うん、今行く。元気だね。酒の瓶かな。時間がかかったみたいね。大丈夫、ちょっとカセットテープ聞きました。すいませんね。カヤック持ってるの？ええ、あなたのお父さんのものだけど、壊れてしまったわ。ああ、残念。乗ってみたかったのに。今日はガーディングに集中しましょう。いいわね。雑草を抜かないといけないの。はいはい。お手伝いだ。